どうもいつもです。はい、今回はですね、以前ブラシの先端を自分で形を作ってそれを使うことができるという、動画を投稿したんですけれども、実はですね、クリップスタジオにはそのブラシの形がもう最初からたくさん登録されてたんですよね。これ自分最近気づいて、自分はもうクリップスタジオを使って6年近くなるんですけれども、それでも最近知ったということは知らない人が結構いるんじゃないかなと思いまして、今回この動画を作ることにしました。では早速ちょっと登録の仕方をしましょうね。マーカーのベタ塗りペンというブラシが好きなんですね。でこの、ブラシの先端を変えていきましょう。でまずはですね、このベタ塗りペンを選んで、でこれを複製しましょうね。サブツールの複製ですね、これを複製します。はい、でさ、ベタ塗りペン2と出ます。はい、で一応名前は皆さんの好きなように描いてください。今回は、そのままでベタ塗りペン2でやっておきます。で OK します。はい、できました。でこれを選んだ状態で、このツールプロパティがありますよね。それのこの右下のところにあるこのスパナのマークがありますよね。これをクリックします。こういったサブツール詳細というものが出てきますよね。でそれのブラシ形状の下の方にあるブラシ先端、そこを選んだ状態で、そしてこの先端形状というところも素材というところを選んだ状態にしてまし、しといて、でここをクリックして先端形状を追加してくださいっていう下のスペースがありますよね。そこをクリックします。するとこういった画面が出るんですけども、ここまでは皆さんも来たことはあるんじゃないかなと思います。自分はですね、ここまではよく来てたんだけど、こういった花の絵とか、こういった木の葉っぱ、ね、の絵とかがあったので、あ、これは、アイコンとかなんかね、マークを つけるためのものなんだなって。で自分にはちょっと必要ないなと思ったりして、でそこで、この前半下までずっと実はあるんですけども、そこの前半で自分は惑わされてしまって、マスカー、実はここにブラシの形が結構いろいろあるんですよね。はい、これを下にまで行きますよね、バーッと。はい、こういったのとかちょっと見、はい、これですね、これとかがこういったのがブラシの形なんですね。はい、こういったのがいっぱいあるんです。はい、この色鉛筆とかで、このベタ塗りペンの色の濃さとかのままで、色鉛筆のこのブラシの形で塗ることができるんですよ。これはもう自分とかもう本当に嬉しくなる発見だったんですけども、でこれってちょっとブラシの形とか見つけづらいじゃないですかね。でその場合はですね、この、ユーザータグという風なところがあるんですけれども、その中に画材っていうのがあるんですね。その画材をクリックすると、このようにブラシの先端形状が出てくるんですね、いろいろ。なのでこの画面に来たらすぐ画材をクリックすると出てきますんで、もし画材をクリックしてもちょっと、こうやって出てこなかった場合は、もう先ほどのようにもちょっと難儀はするんですけど、ゆっ
くりね下までやって自分が好きなブラシ探してください。チョークもおすすめですね、はい。じゃあちょっとやっていきましょうか。自分はですね、木炭っていうのが良かったんですね。この木炭01ですね、これをベタ塗りペンに登録しましょうね。でこれをクリックして、で OK を押します、はい。でこれでもうできました、はい。じゃあちょっとこれをどかしてちょっと大きくしましょう、はい、はい、こんな感じですね、はい。こんな風にできるんですね、はい。これはベタ塗りペンだけではなくて他のブラシでも使えるようなので皆さんもぜひ、試してみてください。そしてですね、このブラシをですね、2つ以上のブラシの先端の形を掛け合わせて、色を塗るということもできます、はい。あ、それとあと一つ忘れてました。もし何かちょっと間違ってしまったなとかってありますよね。一応この気に食わないなと思うブラシの先端の場合はここのバケツがありますよね、ポリバケツ、ここをやれば、ね、削除できますので、こうやって、はい、で元に戻ります。でまたそれ以外にも何か間違って他のところをいじってしまって元に戻すことができないっていう時はこの下の方にある全設定を初期設定に戻すというところをクリックすれば、戻りますので、はい、大丈夫です、はい、はい。最後までご視聴ありがとうございました。また何かクリップスタジオで何か発見しましたらまた、このように動画にしたいと思います。もしよろしかったら、コメントなどまた、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。